バスの乗車について定員9名だって。60分おきに清掃しますって。商品お買い上げの方のみ入れます。ちょっと中に入ってくって。どこかな、ここかな。11時オープン。んメニューは注文はここで。注文はどこで。ラズベリーを一つ。受け取りは左側。ラズベリーのジェラート。レアタグ。写真撮ったら溶けてしまう。2階建てバスってどんなのと。狭い。よいしょ。狭い。よいしょ。よいしょ。バスの窓から見たら、さっき撮ったところがこんな感じ。よいしょ。この景色を見ながらジェラートを食べるベネナリア。こんな感じです。バスの中でこんな感じで足が浮かんでる向こうの海、青い海が。ジェラートがシングルにしてみました。ブンブンバスの中に入って外で写真撮ってたらもうドロドロに溶けて見てしまった。どうだろう、美味しいいちごのジェラート。でもさ、思ったよりこれいくらやった。450円。だからね、高いのか安いのか どうでしょう。ちょっとちっちゃめ、ダブルもあったけど、美味しい。外はめっちゃ暑い、もう40度近くあるんじゃないかなっていうぐらい暑い。ラズベリーはどう、美味しい、うん、溶けるのが早い。溶けるのが早い、本当に溶けるのがすごい、やわやわやわ。すごく景色がいいです。海を見ながら。で、2階建てバスってこんな感じ。もっと窓が広くなかったっけ。あ、それは観光バスか。あ、魚釣りしてる。向こうの方で魚釣りしてる。こんなとこで釣れるんかな、魚。浜辺に降りてみたいけど、今日何も持ってきとらんから。景色はすごくいい。バスの中からも、さっきはここの上のカレンっていう、カレントだっけ、カレンだっけっていうレストランに行ってお食事をしてきました。そしてちょっと降りてきて、このロンドンバスの中でジェラートを食べて次の場所に向かいたいと思ってます。今日は月曜日のせいか、誰もいなくなっちゃいました。バスの中こんな感じでした。はい、いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今からバスを降りて外に出て次の場所に向かいます。まだまだ糸島観光続きますので、よろしくお願いいたします。